どうもシュートです。さあ今回も e フットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はもう e フト最強選手をさらに最強にすべく特殊ダブルタッチにして、まあ使っていこうというか、まあ正直もう1週間ぐらい特殊ダブタでずっと使ってたんで、最初にまあちょっと解説も挟みつつ、まあ2試合ぐらいやっていこうかなと思いますけれども、もう早速紹介しちゃいましょう。その特殊ダブタにした選手っていうのはこちらのショータイムムーブアップですね。まあ186試合とまあ結構もう使ったかな。まあ正直ね、特殊にするか迷ってましたけど、足裏とエラシコつけて特殊にして、まあアウトスピンもつけたんで、まあ結構愛用はしてますね。まあ能力の振り方ちょっとだけ変えて、もうドリブルを95まで持っていって、パスとフィジカルをもう全く上げずに、スピード瞬発力をまあ前と同じぐらい高くして、まあドリブル上げたってぐらいですかね。まあやっぱりね、ドリブル95でスピード92、瞬発96の特殊ダブルタッチ持ちっていうのは多分他にいないレベルかな。まあドリブル早いですし、そこまで身長が高いわけじゃないんで、めちゃくちゃいいですね。まあ主にこの右側で、まあ4141でほとんど使ってたんですけれども、まあ先に結論、特殊ダブタにした方がいいのかっていうところを話していこうと思いますが、まあ正直どっちでもいいかなっていう感じはしましたね。特殊ダブルタッチのメリットっていうのは、ちょっと本当にディフェンスギリギリのところ、相手足出してきたら普通のダブルタッチだったら取られるなっていうところだったら、まあ特殊ダブルタッチのメリットが働くというか、ギリギリでもなかなか取られないダブルタッチしてくれるんで、そこはねものすごいいいかなというか、相手との距離、間合いが近くても抜けるっていうのが特殊ダブルタッチの良さ。でもなんかね、これは僕の気持ち的なあれか何かわかんないんですけど、右側に関しては、まあ、左利きの特殊ダブタとかでもいいんですけど、右利きの普通のダブタがめちゃくちゃ好きで、まあドナドーニとかも普通のダブタでよく使ってるんですけど、もちろんまあ特殊も強いけど普通でも強いかなっていうのが、まあ、正直な意見ですね。だからまあ好きにすればいいと思いますね。ちょっと今から試合やっていくんで、まあ見た感じどっちの方が強そうだなっていうのは皆さんで各々判断していただければいいかなと思いますが、個人的にはもう本当にそこまでなんか強さ変わらん気はしますね。でも特殊も強いんで、ぜひちょっと試合見ていってください。ではマッチングしましたということで、ムバッペは調子普通と、じゃあこんな感じでいきますかね。ワイツさんのスカットは4141ですね。では対戦よろしくお願いいたします。さあ今回はムバッペの特殊ダブタということで、まあ正直めちゃくちゃ期待はしてたんですけれども、やっぱ元が強すぎるせいか、そこまでなんか強くなったなっていう感じはしなかったんですけど、まあ左側でムバッペ使った時は、まあたまにやっぱ根下ないんで根下を外すんですけど、まあその特殊ダブタの強さっていうのは明確に分かったし、左側なら特殊ムバッペも相当いいんじゃないかなって気はしましたね。さあここはちょっとパス逃がしといて、さあムバッペ上がってるぞ、ここ使って、あーちょっとこれエラシコ出ちゃった。そういうのたまに起きますからね。さあこれ、はい、特殊でかわして、ほらこういうとこしっかりかわして、もう一丁アウトスピン、あ、いきなり見せちゃったね。やっぱこうやってね、特殊ダブタで活躍しちゃうと、めちゃくちゃ特殊ダブタいいやんって感じにはどうしてもなってしまいますよね。でも今の局面も多分普通のダブタだったらちょっと引っかかってたシーンもあったかもしれないんで、その近い間合いで、あーちょっとやられちゃったわ。そう、近い間合いでも抜きされるっていうのが本当に特殊ダブタの魅力的なとこなんですよね。僕のあくまで感覚的な話ではあるんですけど、さあここムバッペ受けて、こういうとこはもうスピードでぶっちぎっていけるんで、スピードで行って中折り返しで戻りきって OK。 まあやっぱり右足で遠い方の足で持てるんで、こういう縦取り、縦突破のドリブルもなかなか相手に触られることなく運べるっていうところも魅力的ですね。すいません、なんかちょっと途中で録画が止まっちゃってて、2点目ぐらいのシーンで終わっちゃったんですけど、まあ気を取り直してもう1試合行きましょう。まあ調子は普通と。じゃあちょっとコバチッチこの辺に入れて、あとはそのままでいいですかね。ワイツさんのスカットは4231と。では2試合目行きましょう。まあやっぱあの1試合目のね、特殊ダブタの1点目とかのシーンもそうですけど、あれを見たらまあ特殊ダブタムバッペめっちゃ強いやんってね、思ってる人もいるでしょう。まあ欲しくなったらね、マジで特殊ダブタつければいいと思います。ビッグタイムでもいいし、なんなら無料配布とかでもいいと思うんですけど、普通に強いのは強いんですけど、まあムバッペはねマジで普通のダブタでも強いんで、無理に特殊にしないといけないってほどではないんですよね。もっと他に特殊つけた方が覚醒する選手はいるかなっていうイメージはどうしてもありました。さあこれはちょっと無理か。さあここコバチッチから、はい、イサクで、ここムバッペとモドリッチのワンツーが光る。ここは特殊する意味はないんで、ちょっと1個かわして特殊で、はい、ナイス。
まあ今の打つ前の特殊とかもやっぱりこうなんか角度がちょっと富安さんに当たりそうなところから避けて今回打てたんで、やっぱ今のは特殊の強み出てたんじゃないかなと思いますね。まあもう46分まで来ちゃいましたね。まあ前半は 1-0 と、まああのシーンぐらいやったかな、いいのは。やっぱメイン仕様はなんか CF で抜け出せるチャンスとかあっても、例えば右ウィングムバッペで今使ってますけど、どうしても右ウィング見ちゃうんで、こういうところもね、イサクに出していいようなシーンも出せない時もあるんで、まあ得点とかはどうしても減っちゃいますよね。ちょっとスーパーサブ入れときますかね。さあここビエラナイスカットでムバッペ外向いてスピード、いやいいね、ここの速さやっぱ違いますよね他の選手たちと。はいここ、うん、ちょっとそれはミスったけど、あでもまだあるぞ。はい特殊で1個かわしてアウトスピン、いや惜しいな。おっとここなんかこぼれてきたぞ。さすがにこれはムバッペで決めちゃいますかね。ここかわしてナイス、これは足裏の良さ出たでしょ。はいこれ間行って、いや惜しい、まだある。はい特殊で今回、いやもう当たんなってもう OK、 もうなんかことごとくちょっとミスりましたね今回は。はいここつないでアラスカエタでムバッペ使って、これは追いつけるか、さすがに無理か。まあまあ2試合目は2対0ということで、まあさすがに見せ場的に多分尺足りてないし、もう1試合行きましょうかね。では3試合目、ちょっと前半取り忘れてたんで後半からになっちゃいますが、さあよろしくお願いいたします。完全に録画ボタンポチるの忘れてましたね。さあここムバッペワンタッチで抜け出してナイス。さあ組んでよ、特殊ダブタでちょっと離して、はいここ特殊今回、いやいいね、まあいきなり見せちゃいましたね。まあ特殊で離れていって、あえて離れてもう一回寄らせて中切り込んでみたいな、いい形でしたね。まあなんかいつものネイマールの特殊からの根幹みたいな、すぐ根幹打つ感じではなかったですけど、まあまあ良かったでしょう。さあムバッペもう一回、ニョントはねちょっと今やっぱ足速い選手守備強いんで、ニョントぐらいの数値でも全然守れるんですよね。おー、ちょっと納得はいきませんが、さあモドリッチムバッペ使えるか、おニョンとすり抜けた。でこれ縦いくふりして、はいここで特集まず1個、はい2つ目で切り込んで中、いやナイス、いやよくやってくれましたね。今の同点の状況からあのドリブルで打開して同点後勝ち越しゴール演出するのは相当でかい。じゃあちょっとムバッペ以外変えてスーパーサブこんな感じでいきましょう。さあこっからCF 使わずにムバッペ使って、テオエルナンデスもそろそろこんだけドリブル仕掛けられたら疲れてるんじゃないですかね。さあここで距離取れたら特殊で、あえじたなっちゃった。さあここ近くつないでムバッペ使いたいんですが、さあデウロフナイス、デウロフここ早いよ、いいね。さあここはいムバッペ使ってアウトスピン、あーもうレオンで決めといたよかった今の、せっかく出してあげたのにそれ外されたらちょっとな。ああ嘘、いやーなんかちょっともったいない2失点しちゃいましたけど、まあまあいいでしょう。まあ今回は特殊ムバッペ使っていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあほんと何回も言うように普通のダブタでもやっぱムバッペは最強クラスなんで、そのままでもいいかなって気はしますけど、まあサイドにやっぱ特殊ダブタ求めますって人は、まあムバッペに特殊ダブタつけてみるのもありかなと思いますね。まあ今回の動画でも見せた通り全然強いんで、気になった方は一度試してみてください。もう特殊が気に入らなくなったらね、スキル直付けでエラシコとか足裏消すことできるんで、特殊合わんなって思ったらぜひそれも試してみてください。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録の方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。